どうだ。さあ試合開始。実況解説は結構覚えてきてる。まだいい。さあここでチャージを一つ。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。お互いに被弾は少ない状況。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ゼロ、ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。まで様子を見るか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上を始まる。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、こかしてからの飛びは通さない。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。この距離は玉打ちで牽制していくか。さあ逃げ場はなかった。どう仕掛ける。いやー、ポンチョちょっとこれあるんだよ、ほんとこれあるんだよ。何攻めんだよ。おい、いやー、マジか。あ、そうか、あれ違うの。次で決めれるか。やる気満々の開幕。たまボール君は飛び道具を使う。ダイボスが突き刺さる。両者何を狙ってどう取った。両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力が出る。ダウンからプレイヤー1、ここでの押し引きが重要。違う。ダウンでもあるが、入れ替えられたらこう。ああ、もったいない。注意が必要だ。絶妙な距離、飛び道具が生きる。プレイヤー1、ゲームダウンさせて始まるぞ。うまくワンチャンス作ってレジ込むことはできるか。プレイヤー2、ドライブゲージでギャグ。いやー、出れました。逃さない。まだまだやる気満々。それ的じゃないんだ。戦がお互いを高めていく。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。飛び道具で相手を動かしていくか。相手が地上にいるときだけ弾を撃つ。この弾打ちには年季が感じられる。プレイヤー1、うまい。やめた。投げ抜けの間合い、体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。かなり体力差がある状況。このラウンドはこのままいくか。これはいい形で入れ替えた。この距離は弾打ちで牽制していくか。ダイヤ縛らいが違うの。さあダウンから飛び道具でペースを変えていくか。ここから試合系うまっ。いや当たる。プレイヤーなんてすごい上手い。この精神的優位を生かせるか。先ほどおお、そっちか。このラウンドどう生かせるか。ほいほい。ここは投げを見せてガードを崩す。うわ、心の隙間を見せ大きな感じに変えた。危険な距離での殴り合いが続く。弾を使って膠着を破るか。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。まだまだ壁際の楽しい時間は続く。この飛びは見えている。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ台足うますぎる。ここからここでドライシンク。やってねー、削りがいい。これだよ。あ、バカ。両者体勢を整える。ここはナイスガード。飛び道具、ここは付き合わない。うおー、どうなる。あ、ここはどうでた。間違った出なかった。バリが生き残った。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。ここは中足を一つ。両者の狙いはどこにあるか。データだと努力の評価どうするんだろうな。命は竜より強いって言ってたんだけど。マジか、竜よりなんすね。うん、って言ってたらしいけどね、このコメントで。お互い下がりたくない距離。どのように試合を作っていくか。え、分かんない。さあ、ここから投げを迫る間合いにうまく入れている。あ、バッカ。ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。仕切り直す。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。弾で状況に変化をつけるか。
ドライブゲージが回復した。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。よしよし、やるね。圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドで止めさせるか。前に出る。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。プレイヤー1、さあ追い詰めた。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。帯で攻めるか。さすがにジャンプを受け取って大きなダメージになるか。チャージしている。ここでターンを打つ。一息つけるか。ナッシュするか。プレイヤー1、ギリギリのドライブ管理できるか。どう崩していくか。お互い慎重になっているのか。さあここから針穴を探す。さあ10番ウーターが整った。プレイヤー2、運命を通し切れた。10ラウンド、ここ1番がやってきた。早く打っていく。10番ここで S へ動かしに行く。結構まあまあ減るんですよね。昇竜拳を使っている。この一撃にかけてきた。そんなもん。一気に畳みかけたいところ。いや補正かかっちゃう。ダヤシ投げが決まった。うわこれ対処感だ。プレッシャー重くのしかかる。プレイヤー2、SA ゲット、バカヤン通さない。受け止めながら、うわ惜しい。危険な距離だが、これは相打ち。頭上のガラキ、この距離は危ない。足が出る。助けです。ここにでもある体力差。逆転の青写真はどう描く。プレイヤーはここにゲージを使っていく。さっきのヘリ見たろ。マジで。あでも体力少ないと深夜化してる。気合の勝負。相手を上回る立ち絵の執念を見せれるか。弾で問いかける。よし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 、粘るか。今1時に1日だ。減っちゃうと戦いが始まる。戻っても賛成で勝てる。どうしてんな。さあこのインパクトは通らず、ガードさせてもドライブゲージを削ってプレッシャーを与えるか。いやこっちじゃないんだよ。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。ドライブインパクトはきっちりガード。ガードされても前にラインを押し上げる。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、痛い。連続技をしっかり決めていく。本番の後どう展開する。プレイヤー2、バーンアウトを引き上げるか。分かんない。こかして、からのダイボスが突き刺さる。食うか。プレイヤー1、壁のプラスで取り刺していった。貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。このゲーム、対戦かなり面白いぞ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。中足が刺さる。さあ、近距離の攻め合い。そして中足、前に出る。さあこれで画面端後がなくなった。うわーできた。どのぐらい減るんだ。 SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに。おー減る。しかもね、あれが減るんだよね。ドライブゲージが。あ、ほんとだ。ここは我慢の時間帯になりそうだ。これ強い。 SA ゲージ受け止めながらドライブゲージを触る。ゲージを使ってきた。この状況からオーバードライブ発動であるか。画面中央に戻ってきた両者。さあここからは差し合いの領域となる。さあ逆転を見ているか。おお、ちょ減るよな。そして最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。弾を打つ。
と立ち回る中でどこから仕掛けていくか。細かいアングルで時を向かってダメージにつなげたいところ。この投げは警戒していた。ダイヤシが間に合う。投げは抜けている。この距離は危ない。プレイヤーはドライブガードが使えない厳しい状態。ここは強気ダイヤシ。さあそしてここで投げに行く。プレイヤーは下はガード。さあここ、ここは通さない。どうせない。違う。ゲージを使ってきた。足を伸ばす。中足。ここはどう出る。中足。おーっと、中断。おー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 。プレイヤーはここがショート怪しい。ここから波を選択する。あーそっか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 。まだまだやめまんまん。電線がお互いを高めていく。ダイヤシ捕まえて投げ飛ばす。ここは飛び道具で牽制。飛び道具はリスクの高いと壊れなければならない地上技となる。あっという間に画面を切り抜けた。さあダウンからプレイヤーは少ない。押した警戒しつつどうする。なんとかして触りていきたいが間取りが絶妙。勝負の体力差になったがドライブゲージが希望となるか。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。なれ。さあここからプレイヤー2。さあ追い詰めた。ここは飛び道具での牽制。圧力をかけていく。確かに。プレイヤーは1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。ゲージがでもめっちゃ長かった。で状況に変化をつけるか。相手が地上にいるときだけ弾を打つ。この弾打ちには年季が感じられる。ゲージは住宅。両者火力は上がっている。ここからのゲージ運用が難しい。あら、なるほどね。ゲージはわずか。真空波動拳一息つけるか。危険な距離でのダウンさせて始まるぞ。受け止めながら欲望のライト炸裂。どうにかスパートする。こっから素晴らしい攻防選択。冷静に状況判断できていく。早いな。次はどんな試合展開になるか。危険なドライブインパクトは受け止める。ダウンが気づいたらね、やっぱり負けが染みついてしまって。あー、なるほど。作っていくか。重要な立ち上がり。ジャンプが噛み合って相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。地上技で差し合う距離。リーチの差を生かすか。それを手玉に取るか。画面中央、これの積み重ねが後々生きてくる。下段はしっかり守る。投げ抜けの間合い。ダイヤシはガードする。仕切り直す。ドライブインパクトノーマイクとそのまま行く。中盤戦、状況は苦しいが勝機を見つけ出せるか。ここ KO。 プレイヤー先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。投げを使ってガードを崩す。確実にダメージを与えていく。プレイヤー2、ここでの押し切りが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。弾を使って膠着を破るか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。両者 SA ゲージが頭上のガラキ。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。無理ないんだけど。ああ水使いさあ K とかですね。ここは壁を見つけて守りを組んだ。投げを通して決めた。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。最終ラウンド全てを出し切ることはできるか。投げが決まった。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。体力ラウンド中。ああなるほど。さあ柏の攻防が始まる。バーン
あ、ちょ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 、あ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 、目をない、ないのか。さあ、ここ見えているか、この投げを。さあ、終盤、舞台は整った。この距離は危ない。プレイヤー1、ドライバーがつかない、オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。すかさず中足、ここはナイスガード。針穴を探す、手動立てない、え、おー、マジマジ、あ、そうだ、あー、そっか、あ、ここ行けば飛ぶような残り体力、ミスは許さない。距離はある、仕掛けるのはどっちだ。えぇ、あー、あー、命取りになる状況、どこを見る、切り直しは許さない、魂両者タブル、行くしかないが苦しい。あ、まあ、よしよしよし、また存続は不明。よしよしよし、はい、